セクション0103春秋戦国時代君らに質問したいです天皇ってなんで偉いの歴史があるから歴史があるから今回は,神様,は神様として崇めてた神様としてあめてたのは、ま、た確かに荒人神だったんだけども戦争が終わるじゃん1945年ね昭和20年ねでその次の元旦で僕人間ですって言ったわけよね人間宣言 <laughs> 人間だよ天皇も神ではないよななんで偉いの 今の時代だったらみんな学者、うん、派手の研究してるからだけど派手の研究してる明人上皇だよねじゃあ派手の研究してる連中みんな偉いって話にならない明人さん以外の派手の研究者知ってるじゃん政府がいろいろ重要な扱ってるから何宮内庁っていう役所を設けたりとか何あの内閣総理大臣を、まあ、国家が指名して天皇が任命したりするから別にあれ天皇じゃなくてそこら辺のおっさんとかじゃダメなそこら辺のおっさんには歴史がない やっぱり歴史があるっていうのは大事ってことはい。OK。あのね。まあ俺この表現嫌いなんだけど、伝統の強さっていうのはあるわけ。俺には効かんよ。だって俺は何思想だもん。啓蒙思想。啓蒙思想。<laughs> 古き監修を駄菓子っていう。フランス革命万歳だから。だから、一旦出来上がった権力、権威というものはなかなか壊れない。すごくない天皇の名のもとに戦争を始めたんですよ。 太陽戦争ででロ負けして700万人死傷ですよ何度も言う通り700万人死傷10人に1人死ぬか傷ついたんですよでも都年はほぼ焼け野原ですよそれでも天皇の権威が残ってると一旦できた秩序とか一旦できた権威というのはなかなか壊れないですよ え。で、何が言いたいかというと、よろしいか。州の時代ね、青春の時代っていうのは、州王室はパワーも持ってるし、権威もあったわけ。ところが、犬畜生に負けてさ、逃げるわけじゃん。落葉に逃げました、落葉に逃げましたと。で、落葉に逃げても、まだ、権威が残ってたわけ。いや、州王室今ね、調子悪いけど、我々諸侯が、大名が、なんとか州王室を盛り上げていこうぜっていうのが、 尊王攘夷はね、周王室をたとび、遺敵、拳、まあ、銃に見られるような外国勢力を打ち払うと、野蛮人を打ち払うと、恵比寿を打ち払うと。清の観光、清の文献だけ覚える。清っていうのは、主要集が60ページマップ2で、春時代ね、清っていう国が東の方にあるでしょ、三島半島の方ね。清っていうのは、マップ3だと、漢、儀、長になる前が清ですね。 真、まあ、っていう音がねいっぱいあるから中国史ではややこしいんですけどこんだけあるからねで力がなくても権威があるとそこをみんなで応援していこうね我々覇者が覇者の覇っていうのは力って意味で力はあるけども徳は中央室があるから中央が支配者にふさわしい中央の王っていうのは王で。 この場合なかなかちょっと言葉が混乱しますよね百獣の王とかあるじゃんライオン百獣の王ってあれなですか百の獣の中で一番得があるんですかって話になっちゃうんだけどもあれは多分ちゃんと受験生監視的に言うと百獣の歯かな、うん <laughs> 徳で収めてるわけじゃないからねちなみに強引に徳で収めようとした作品は「いや歯だけではなくて王たるにふさわしいんだよ」「ライオンキング」「ライオンキング」ね「<laughs> ライオンキングは」はあれは百獣の王は多分まあ儒教的な王になるでしょうね儒学的な王になるでしょうね。正の観行とか真の文庫は力があるんだけども自分は覇者であって王ではないよと。 で集合室の権威が落ちてしまって自力主義になったのが戦国時代ね全403年からこの年号覚えねえかん全403年塩宮ねここから変わると 秦が漢町義に分裂しましたよとうんまあ秦の王様の子供が秦王になるのではなくてそれぞれの地域の実力者が「もう俺国作るわ自分で」とまああんたに従わんよと下国城の時代になるわけ戦国時代になるわけで戦国の七雄が展開シートでマップが試験に出るんだよねでいくぞ60ページマップ3でいくぞ「縁がツバメじゃん」だから一番北ねで シーンっていうのがさっきから言ってるように、まあこれ中国統一するんですが、こいつね、盆地で中国を強烈に支配しようとしたわけよ。引きこもるための艦中なのに、そこから役人を送って統一しようとしたらかなり無理があった。かなり無理をやった思考って、これでまあシーンの位置が分かったでしょ。で、そうっていうのが広く見えるんだけども、まだこの辺は長江が 未開発なのまあ、開発途中なので、そんなに強くないです。で、また、その人っていうのは、現在の中国人ではないです。で、生っていうのは、これ交通の要衝なんですよ。ちょっとマーカー持ってもらって、その、両島半島からバーって、南の方まで、マーカー引っ張って、長江の下流域の方までね。で、関圧、関陽から朝鮮半島までマーカーバーって引っ張って、で、交通の要衝で、かつ、ここは、黄河の下流域で、麦も取れます。中原です。なので強かった。それは先ほどやった、 のね漢朝儀がもともと、これ、秦ですね。真の文綱の真だよ。これが分裂して漢朝儀だよ。だから、漢と義と長っていうのは、繋がってる。近くにあったと。まあ、韓と蝶と義っていうのは、中原だね。姓も中原だね。中原は中国で一番儲かるところ。まあ、中原の覇者だね。この中で統一したのが、始皇帝の秦ですね。なんで統一できたんですかまあ、理由はいろいろあるんだけど、ここで話したいのは、やっぱね、その韓中っていうのはね、負けないですよね。防御しやすいから。 でで次社会経済でなんでなんでなんで春秋時代から戦国時代になったのかとなんで実力主義の時代になってしまったかというと鉄製農具と牛耕農法が発達したからで収穫量が7倍になります収穫量が7倍になって食い物が7倍余りました食い物が余ると商工業発達します商工業発達すると実力主義の考え方になるわけあのね土地を支配する大家になるっていうのはバカでもできるわけよ年貢を取るっていうのもバカでもできるわけバカ殿がおるわけじゃん けどね、商工業っていうのは、バカではできない。家賃を取るとか、年号を取るとか、そんな単純なものではないんですよ。商工業っていうのは。わかるテナント借りて、蛍光灯も入れ替えて、ホワイトボードも準備して、で、カリキュラムも準備して、使用集準備して、全部いろいろ準備して、いろいろまとめて、いろいろまとめて、全部パッケージ化して、完成して、はい授業料って話になるわけよね。すげえいろんなものをまとめなきゃいけない。 あと、鉄製農具の結果ですね、個人単位で農業すると。資料集が61ページの真ん中。牛耕案じゃん。牛に鉄製の刃をつけた隙を引かせる農法。これにより進行が容易となり、高知の開墾で高知面積が広がったとあって。で、こう、ポイント何かというと、 牛がいて一人でおっさんが引っ張ってるわけ。今まで農作業っていうのは100人ぐらいでまとまってやってて、それは、えー、チームワークが必要だったと。けども、鉄製農具の導入によって結構個人でやれちゃうぞ、と。ちっちゃい家族でやれちゃうぞ、と。あと、鉄製農具の話をもうちょっとします。で、今やったことで矛盾するかもしれないんだけども、鉄製農具が出てきたおかげで治水がしやすくなります。 白州がよ60ページマップ2見てみなんか分かりづらいやろんどこからどこまでが真なんだどこからどこまでが正なんだマップ3の場合はちゃんと正と正とかの境目があるのにマップ2では境目がないぞとこれ何でか分かるそこまでまだ権力が強くないとまだ何々の延長線上にあるから何性国家優勢国,国家の延長線上にあるんどういうことですかと。 あのね、U っていうのが、高画沿いにあるわけ。で、これね、難しい、行くぞ。高画沿いにあるじゃん。ってことは、高画から水を引っ張ってると思うでしょ。それ、引っ張ってないんですよ、実は今まで。U っていうのはね、高画から水引っ張ってないです。え、なんで高画沿いにあるのに、高河から水引っ張ってないんですかあのね、黄河っていうのがすげえ暴れます。土砂が流れます。その高度。 がすすごく栄養分含んでますだから、暴れた後に農業してるわけだから、資料集がページ58ページの下にさ、黄河があるじゃんで。だんだん畑があるでしょで、だんだん畑っていうのは、昔、黄河が暴れ側で、そこら辺まで黄河が展開してたから、その土が残ってるわけ。で、だんだん畑の上の方だから、水引っ張ってないんですよ。 で、水はどっから引っ張るかというと、その、旦那だだけど右の方に山があるじゃん。その山のふもとぐらいにちょろちょろちょろって水が出てくるわけ。で、そこで、その少ない水を細々とみんなで分けよったんで、時代が下って、鉄製農具出てきましたと。で、鉄製農具出てきた結果、大規模な治水ができるようになるわけ。で、黄河をある程度抑えることができるわけ。がっつり堤防を築いて。で、 用水路も引っ張っ張てとつまりだ、今までは天しかなかったわけ。U という天しかなかったんよ。その天の連合体がンだったりしたわけよ。州の時代もまだ U なんですよ。ところが、鉄製農具出てきてから、それ以外の地域でもがっつり農業できるようになったわけ。結果、ここからここまでが長だよとか聖だよって話になったわけ。領域国家になったんですよ。ということで、すごく広い領域国家が出てきて、 畑も広がってかつ農作業も効率が良くなって小家族でやれちゃうとお父ちゃんとお母ちゃんと息子でやれてしまうと私熊本市立田迎小学校の理科院長で小学校5年生の時と6年生の時に私が考えたの私の目標は熊本本田向小学学校校日本一美しい学校にするとでみんなに綺麗にしましょうって言ってもなかなか掃除をしないですよね どうしたら掃除を一生懸命してくれるんだろうヒゲ先生はどうしたでしょう武装いいね、今思えばね。いやいや、それね、ほんとそうだよね。美化委員が暴力装置を持ってね。あ、お前ここ掃除足りてないなっていうと、工程でね、ギロチンがガンガン動いてっていうのが多分一番発っ取り早かったんですけども、それはできなかったので、そんな難しいことじゃない。これまあ結構画期的でしたけどね。大変だったけど分かる報酬性にした。違う。 ここからここまで掃除、掃除場所をはっきり。あのね、例えば何組がどこの掃除とかじゃなくて、ここは誰誰君の担当、誰誰君の担当、全部細分化したよ。 で、分かるようにしたわけよね。そうすると、やらざるを得なくなった。で、ほんとこれ、人間の悪いとこで、組織で動く、みんなでやりましょうという時に、みんなが働かないんですよね。働くやつ、働かないやつに分かれるわけ。そういう性質があるんよ。だから、なんていうかな。働かないやつの分を働くやつが頑張るんだけども、働くやつが、俺一人でやれるわ。 っっっててなった場合は、まあ、頑張っちゃうんだよね抜けてそれが戦国時代なわけよ。うんと今までは大きな組織に入らなきゃいけなかったんだけども今パソコンとかプリンターとかすごい安くなったりとか個人で商売がやれるようになっていってその必ずしも大企業に就職するとか大企業に定年まで勤めるっていうことにこだわらなくてよくなったわけよね。で実力主義になってますよっていうのと理屈は同じよね。じゃあ この話をもうちょっと整理していくと今の話だと実力主義これよくさくじゃないよ実力主義になるものとして中国の「好き」とか「鉄製農具じゃん逆はある実力主義じゃなくて個人主義じゃなくていや全体でいこうとみんなでいこうと個人は押し殺してっていう何かの技術の導入によって重要優輪好きヨーロッパの重要優輪好きはそうだよね ヨーロッパで隙が出てきて同じ隙でも重たいんだよね。で、隙が重たいから、簡単に回転できないから、隙をまっすぐ行けるとこまでバーって進ませるわけ。だから何が邪魔何を取っ払う柵を取っ払うわけ。そのシステムなんていう開放高地性使用集かページ143ページの上に、これポイント何かというと農地に柵ないんすよね。え、そしたらみんなで耕してみんなで収穫分け合うって話になって、みんなまとまんないんじゃないの 基礎教が出てくるわけ他は例えばトラクターが出てきたりとか例えばコンビナートが出てきて共産主義現在の話だとパソコンが出てきてパーソナルコンピューターが出てきて、まあ、実力主義になるで生の都である臨死は大都市となって、えー、多くの学者を集めてと。 資料集がページ61ページ、えー、臨死上跡があ,あります。そんで、すげえ、経済力が増したから、農業生産効率が上がったから、食い物が余って、余剰食料がいっぱいあって、多数の読書階級を、多数の読書人を支えることができるわけ。まあ結果、後である諸子百科になるよと。 制度貨幣。貨幣出てきましたね。潮州が61ページ右上に、えー、貨幣があってで、その形が、まあ当時としては複雑で、まあ偽造防止だよね。負荷が一番試験に出て、これ農具の形をしてます。漢、長儀、集まり元死んだと。完船が後に汎量船にバージョンアップ。まあ儀備船がちょっと他よりも違ってて、 ソがね独特の文化を持ってるからねソの地域は現在は中国ですけども当時はまあソ人っていうとまあちょっと中国からだいぶちょっと離れてる中国人からだいぶ離れてる独特の文化があったで商工業が発達すると貨幣が発達しますなんでかというと商工業の発達っていうのは経済の発達っていうのは分業制とか交換になってくるから交換がしやすい貨幣が必要になってくると食い物が余ると国家が発達しますとうんでちょっと話があるけどなんで 中国を統一しようという話になるんかなバラバラの状態じゃダメなの商工業が発達してるからルールを統一したいどんなルール土梁庫土梁庫リットルメートルグラムとか貨幣を統一したりとかっていうのをしたいわけよねいくぞ商工業が発達すると土梁庫の統一を目指して政治的な統一を目指そうというのが出てくるわけ例えば日本もそうじゃん だって、ま、統一後、例えば、思考帝のシーンが、努力を統一したように、秀吉もさ、マスの大きさとか統一するわけじゃん。インドもそうじゃん。商工業発達すると、ガンジス川下流域で農業が発達しました、国も余りました、商工業発達しますってなったら、ガンジス川流域で戦国時代みたいなことになるわけじゃん。資料集がページ51ページの、コーサラ国とかマガダ国がそうだよ。で、最終的には、まあ、アレクサンドロス大王の統援制の影響もあるんだけども、インド統一王朝、マウリア朝ができるわけよ。 国家って何かというと暴力装置を機構じゃんで国家って道具じゃん。で国家を持つやつが支配階層は何をやりたいかというとより豊かになりたいわけよただでさえ豊かなのに。そのためにどうするかというと最初はさ税をさ物で納めさせるわけよ仏能なわけよね。最終的には洗脳にしたいんですよ。なんで貨幣発行者があるか分かる 楽楽だだかからら取引が楽だからっていうのはあるよね確かに貨幣の3機能のうち尺度っていうのがあってこれは100円これは500円って感じで交換がすごくしやすくなるというのはあるんだけどもそれ以外は発行益を得たい。ゆえに税金を作るわけよね通貨を作ってそいつに力を持たせるようになるわけ税はこれで納めてねと。 何通貨法定通貨,法定通貨。税はこれで納めてね。と。そうするとみんなその通貨を使わざるを得ないと。制度貨幣作るときにさ、例えば500円というコインを作りますと。で、当たり前ですけど、材料となる金属が550円した場合、これはもうシステムとして成り立たないわけよ。だって500円として使うよりも溶かした方がいいでしょって話になるわけよね。だから必ず通貨の額面よりも少ない価値の金属が使われるわけ。まあ、450円とか400円とか。 のの差がが大きややれるっていいうのは国家が強いって話やねちなみにこの究極系は何なん？紙幣。紙幣だよね紙幣の発行時の発行役めちゃめちゃやられますよねそのためにはかなり国家の信用が強くないといけない国家は強くないといけないでそこまで国家は強くなったのが指し否定宋の時だよねなんで偽札は重罪なうん国家に対する反逆だからねうんというだ相手側の国家を潰そうと思ったらを大量そう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 ,そう相手側の国家 国をを倒そううと思っったらば相手側のののお札を対応にするっていうのは有効な方法でまあ例えば日中戦争の時に日本は介石政権のお札をすりまくったわけよね。ってことはなんだ紙切れなのにも価値があるというのは国家がしっかりしてることでじゃあ国家がしっかりしてないと国家が滅びそうだったらその国家が発行してる紙切れには価値がないって話になる。ってことは太平洋戦争末期日本が発行してるお札っていうのは価値がなくなる。 ってなった場合、フィリピンの防衛のために、本国に何を送れた話になるフィリピンで現場で労働者を使いたい。フィリピンで現場で物を買いたいと。けど、日本の縁が効かないと。どうする現地住民、なんだったら動いてくれるかなゴールドだったら動く。っていうことで、まあ、戦争末期に日本軍が、あの、金とかを持たなきゃいけなくなるんですよね。 ちなみに戦争末期にフィリピンに持ってった金っていうのがもう敗戦直、まあ、フィリピンで戦闘がもうほぼ負け状態になってあもうこの金を使うこともないなということでその金を隠しましたっていうのが山下財宝やねうんまあフィリピンのどこかにまだあるらしいのでぜひ掘ってくださいなんで今金の値段が上がってるインフレしてるからインフレしてるっていうのはあるよね一つは インフレしてるっていうのは持ってる通貨の価値が下がるから物に変えましょうって言って住宅価格が上がってます株価爆上がりしてます金の価値上がってますと他の理由わかるインフレ以外に不安定じゃん世界がどっかの国がどっかの国家がなくなるとかさどっかの国家がボロボロになるとかっていうのはあり得ると考えてるわけよね例えばロシアとウクライナ戦争してるし中東もあんな状態じゃん世界が不安定になるとその通貨っていうの価値は落ちるよね だいぶ話はそれましたけども。セッション0103春秋戦国時代終了です。